今日はね、なんか白鳥が来るらしいんでね、せっかく見れるのかな。あ、車が入ってんな。あの車寝られへんと、わしが入り止めとるから。これみんな公園になるそうですかね、この広さが。ここは田んぼがあったんだけどね、全部ね、公園になるらしいですわ。はい、ここは分かるんですか。もうできたら、もうできたのに。なかなかですね。そうですか、はい、先生もう出るわ。出るんやったら出口、車止めとるからさ。ああ、出ない出ない。まだいい。ちょっと10分20分取るけど。全然大丈夫です。はい、すまへんな、取らせてもらいます。ありがとう。はい、ありがとう。発掘調査をやったら、おお、ほら。はいはい、ありがとうございます。今ちょうどやったらしいです。まだ5年ぐらいかかるようなこと言うたらね。あが見られへん。残念でございました。あの反対からちょっと行ってみようか。もうものすごいもんですからね。こう見てください、これ。もうあっちゃこっちゃ掘りまくって。向こう入られへんの。やっぱりね、すごいことになってますわ、草が。あ、ここから行くか。やっぱり入っていっとるやつおるわ、これ、これ。ここは何もないぞ。あら、残念。見られへんがね。えらい意地悪してくれたね。残念。奥はどうだ。おお、奥は見れたぞ、これ。よしよし。あら、遠くされてる。これは初めて入ります、中。これあかんな。これ大きいね、これ。この石棺、この音方で大きいね。2メーター以上あるで、これ。まあ虫がそういうことになってるけど。うわ、やっぱりちょっとね、天井石があれ、下落ちてるのかな、奥の。若干落ちてんねんな。これいい石棺がね、残ってますよ、中は。中は思ったより狭いな、広さがね。この石棺の幅がどれぐらいあるんだろう。90センチぐらいあるか。中は5、60センチがないかもしれんね。そんなないかもしれんな。ここから、これからぐらいしか穴、開けてないからね。これが、1メーターあるかないか。うん、約1メーターか。1メーターで25センチ、25センチぐらいがあるから、だいぶ狭いぞ、中。これがね、水戸天皇陵じゃないかいと昔言われてたんやけど、あ、ごめんごめん。はいはい。すんまへん。目が合いましたか。はい。あなた可愛いけどな。ちょっと可愛くないの たまにおるまんね。あらー、蛇の抜け殻がそこに。ちょっとね、足跡が若干ね、出かかっとるんで、これどういう意味だかな。組み直すようになったかな。なんか組み直すのこのちらっと聞いたんだけどね。で、公開できるようにするよって組み直して、そんなこと言うたんだか、そんなこと言うたったかな。大将の教育委員会の方がね。これやっぱりこうやってここに祀ったんだろうな、鼻でも捧げて。ね。あの、さっき言えばちょっとあれ落ちてんねんな、天井石が。やっぱりこれはやん直してもらった方がいいか、組み直してもらった方が。この石棺浮きは。初めて中入ってきたんだけどね。さて、どちらの中だろうね。水戸天皇陵の中とは誰なんだろう。入ってもた。はい、水戸天皇陵が目の前になります。100メーターぐらい西川になるんやけどね。誰か今日来てはるか。いや、誰も来たらへんな。ずーっとあの骨のね、あの辺かな、あの金がね、ビタって塗るようがないけどね。
ちょっと見えないね。これ全然入らないかね。粉なんでな。ハロディはこう上がって見てんだけどね。ほんでせっかく見れるねって言われるもんで来たら、もうそこ最初見た時ね、あれやからさ、見れへんか思ったらね、見れました。中入りました。前回もさっきから中まで入れなかったからね。今発掘調査中でございますからね。まだあと5年ほどね、公園には何にかかわらしいけどね。まあ2、3年前来た時ね、びっくりしたんですけどね。これ何を掘ってやるんだろうね。これおそらくね、場所を、ね、特定したんだよね、あの形状を。これであれで切ってあるやろ。ああ、下の方は粘土そうなってるね。粘土そうなってる。もう上の踏切はね、もうものすごくね、いっぱい掘ってありますんでね。それあれじゃないんだけどね、調査のためじゃなくて、何年掘ったんやろね。意味わからへんねんけどね。今調査してやんねんけど。埋蔵文化財の発掘調査を行っておりますか。はいはい。この上は上がれたんだけどね、今日なんか上がられへんわ。いっぱいでね。草がぼうぼうで、ここまでかね、最後。ここまででございますね。こうやって見ると、こうやって見ると、これ、ちょうどこの上がね、石灰が埋まっとるんですけどね。さっきちょっと上がったけど、中入っちゃった。あのお兄さん、どうぞどうぞ言わはったんでね、入っちゃったらね、石灰の中、石室の中入ってもて、初めて入ったけどね。これで見るとさ、下が粘土質やんな。ほんでやっぱ持ってんのかな、そこ。いや、この辺ね、どうなんだろうな。この辺山やったかもしれんな。こういう感じでね。これ丘やったの、丘。尾根やった、尾根。山の尾根がこう来て。その可能性強いね、これ。で、こうやって、あっこう尾根の一番先端部でね。そんな感じかな。発掘調査中でございます。はい、ありがとうございました。